開演スピーチ、島田浩一幹事。はい。皆さん、おはようございます。おはようございます。初めましての方もいるので、薬に頼りすぎない生活を応援する、漢方薬剤師島田浩一と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。僕倫理指導から、タイトルちょっと広告打った倫理指導から離婚そしてというちょっと面を打ったんですけども、本日幸せの途中というテーマにちょっと変えさせていただいて、お送りさせていただきます。なんか離婚ネタが続いて申し訳ないんですけども皆さんご存知の通りネタのように言ってますが、3ヶ月前にですね、僕離婚しまして、ありがとうございますその説は大変お世話になりました。離婚する2ヶ月ほど前に川内スーパーバイザーに倫理指導をいただきまして、ちょっとね、離婚回避できましたという報告できなくて大変申し訳なかったんですけども、その時にいただいた指導内容と実践をこちらで報告させていただきたいと思います。今年の7月25日でした。倫理指導を受けました。指導表というちょっとね、紙に自分の悩みを書きしたためて、もうそれちょっと収まりきらなくて、もう A4 用紙いっぱいに書いた紙を渡させていただいて、悩みですね、自分の悩みを、もう10分ぐらいかけてじっくり読んでいただいた、川内スーパーバイザー開口一番、楽しいねさらに倫理のしがいがあるねとおっしゃってくださいました。そもそも、ね、自分は当時自分の、ね、その当時の余命こそ倫理のしがいがある、倫理指導をむしろ余命こそ受けてほしいと思って、その時は倫理指導を受けさせていただきました。しかし、川内スーパーバイザーは、固定概念はいけない、こうあるべきという固定概念はそこから逸脱したときに摩擦を生んでしまう。だから固定概念などを捨てなさい。というのが一つ目の、今僕はしている実践です。再び指導表に目を落とす川内スーパーバイザー。それにしても、笑うしかない。見事だ。これほどの困難は自分は体験したことがない。まあ、ご想像にお任せします。倫理の教えでとても大切な気づき、その人に与えられる苦難が大きければ大きいほど、まだその人には伸びしろがあるということだと、おっしゃってました。そんな自分を褒めてあげなさい。これが2つ目の実践です。褒めることで自分が活性化する。これは、与えられた苦難を乗り切ったとき、その中に幸せが見えてくるから。さらに見えないところで努力することがとても大事だとおっしゃっていただきました。これが今、自分が行っている3つ目の実践です。どうしても人は他人に認められたいと思いがちで、しかし見えないことがとても大切。佐渡司会長も、ね、よく話してくださる陰徳ですね。そしてそれから毎朝、近所の氏神様に参拝をするように今続けています。で気づいたら道中ゴミが結構落ちているので、参拝をしながらゴミ拾いをするようになりました。でゴミ拾いも、気づいたらありがとうと言いながらゴミを拾うようになってました。ちょっとねおかしな光景でちょっと、誰かが、なんか見られるとちょっと変な人だと思われちゃいそうですけど、誰かが捨ててしまった僕ですね、もうゴミはゴミになろうとしてそこにあるわけじゃないと思って僕を拾わせてもらっていると思うと自然とありがとうという気持ちが出てきて、ゴミを拾いながらありがとうと言います。1、2ヶ月続けてました。それから、続けてると10月には、とてもいいことがあったんですけど、ちょっとその話をすると長くなってしまうので今日は割愛します。先週佐藤会長がおっしゃったように少し辛くなくなってくると神社の参拝は続けてたんですけども、ちょっとね、この時期朝は暗いし寒いし、トング持つ手も冷たいからって言ってちょっと、ね、忙しいことを理由にゴミ拾いするとね、10分、20分平気でかかっちゃうので、そこをちょっと、ゴミ拾いをやめてしまってたんですね。そうすると、やっぱりまた、悪いことがどんどん起こってしまう、この1ヶ月間でした。で、先週は安藤副会長の、会員スピーチでまた、ゴミ拾いを続けてたら、すごいいいことがまた、立て続けに起こってきました。
自分の、漢方相談してるんですけど、数ヶ月とか数年単位で病気の治療を病院で改善しないという相談者が、立て続けに相談来てくださって、そんな方たちがたった1週間でもう良くなったと報告をいただいたり、さらに大事な人のちょっと東京夫妻に、今週双子の赤ちゃんが無事に誕生したりと、たった数日ゴミ拾いを続けてたらまたいいことが巡ってきました。陰徳は人に話すとね、パワーが弱まると言われたのであまり言いたくなかったのです。今回参加された皆様に、はい、こっそりお伝えします。すみません、最後に、両親からいただいた僕、幸せに1で、高1ですが、それまで自分には幸せが1個しかないと自分の名前を卑下してました。そうでなくて、自分が一番幸せになって、あふれた幸せで周りの人たちも幸せにできるように、これが自分に与えられた課題。それに気づかせてくれた人間の仲間たちには感謝しかありません。あなたの幸せは何ですか？自分はまだその途中にいます。またこの場で報告ができることを目標に一緒に学ばせてください。以上で会員スピーチを終わります。ありがとうございます。